はい、皆さんこんにちは。これから1時間ばかり、2021年通貫資本試験の分析会ということでお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。担当はレック専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。まずですね、今年の試験、ちょっと変わった試験だったなというふうな印象を持っています。というのは、毎年3項目目の通貫実務、これがポイントになってくるということで、初めて受けた方、あるいは、複数回受けている方は特に分かると思うんですけども、今年はちょっと違うんですね。1科目目通貫業法、それから2科目目の関税法と、これが例年よりも難しかったと思います。そして3科目目、例年であれば合格を分ける部分である通貫実務科目、ここは案外優しかったと思うんですね。外観は全体を考えるとそんな感じ。皆さんちょっと、気になるのは合格基準だと思います。例年のように、例年は6割、科目ごとに6割ということになっております。ただし、あまりにも問題が難しい場合なんか、特に通貫実務科目においては何年間か5割まで下がったことあるんですね。で、1科目目2科目目通貫業法と通貫実務、関税法等に関しては一度だけだったと思うんですけどね、55% とかなったことがあります。そこを考えると、皆さんにあんまり期待を持たせちゃいけないんですけれども、今年の特徴から言って1科目目の通貫業法、2科目目の関税法と、もしかするとですよ、合格基準下げられる可能性はあるんじゃないか。3科目目の通貫実務は、私の感覚ですけども、解けない問題はなくて、特に申告書問題なんかは満点取ってもおかしくないぐらいの難易度でした。ですから、そこの部分が6割下げられるということはちょっと難しいかなと思います。可能性ですよ、あくまでもね。言ったじゃないか、下がらないじゃないかって言わないでくださいね。そういうようなことはあり得るということで、もしかすると変則で、1科目目2科目目だけは合格基準、可能性はちょっと残ってるなというふうに思います。ここから先はですね、1科目ごとに、その内容に関しまして、お話したいと思いますが、特に3科目目の通貫実務、そちらの方を厚くしていきたいと思います。まず通貫業法ですけども、これ全体的に言って、やはり、基本通達からの問題が多くてですね、難しかったと思います。まずは 5群選択式問題、これ通常であれば得点源ですよね。25点配点になってまして、通貫業法と3科目目の通貫実務というのは6割基準でいけば27点取れば合格ですよね。しかしながら、通常はこの5群選択で点数稼ぐですよね。ただ今年はちょっと稼げなかった部分があるんじゃないかと思います。うまくいって15点取れれば、25点配点のうち15点取れればいいのかなっていう感じぐらいの問題で、かなり難しいも足というのも出ていますよね。特に2問目のハーニー法とか、それから3問目でもですね、ハーニー法が、後半の部分ね、やや細かいところからの問題、そして何といってもこれちょっとびっくりしたんじゃないかと思いますけども、第5問の部分ですね、これ具体的な停止期間、これが出題されたら、こんなの出されちゃったらまず無理ですね、はっきり言って。確かに基本通達にその具体的な日にちというのは出てるんですよ。まずでもこんなとこ勉強する人いないと思います。だからこんなことはもう諦めちゃっていい問題なんですね。それにしても5群選択で25点配点で、今申し上げた部分なんか含めてですね、ケアレスミスなくて15、6点ですよ、取れて。うまく、20点取れるか取れないかはちょっと分かりませんけど、20点取ったら同じでしょうね。この部分はね、それ以外にも、複数選択式第6問から、第10問まで、これ第6問は取れると思うんですね。これは、定義の問題なんでね、通貫業務あるいは関連業務に関することなんで取れると思いますが、それ以外の7問目から10問目まで、これはかなり厳しい。
い問題だったなと。特に複数選択ですから、足1個でも間違えちゃうと得点できないということからすると、複数選択式で得点できるのはまぐれか、あるいはよっぽど学習しているかというところじゃないかなと。なかなかここで得点は、まあ、第6問は取れますから2点ですよね、確実に取れるのは。それ以外で、まあ、複数選択ですから全部の足、間違えないように答えないといけませんから、1問ぐらい取れるかなぐらいですね。ただしその後の択一式問題、こちらは逆に今度は簡単でしたね、意外に簡単なものばかり、ただしまあ罰則関係が、16問と16問のこれは足の3ですね、足の3だから正解詞になっちゃうんですね、これがちょっと難しかったかな。やっぱり罰則関係ちょっと難しいと思います。それから罰則ズバリ出てるのは20問ですから、この16問と20問はこれはちょっと難しかったなと思います。通関業法はほんのとこで、ただし通関業法もですね、関税法あるいは3科目目の通関実務もそうですけども、まあ、私どもの回答からすると今年はゼロ回答がないんです。通常は科目ごとに2つとか3つゼロ回答来るはずなんで、意外にゼロないなっていう感じでした。ですからゼロ回答がないっていうことを前提にはできないんですけども、消去法が効いたかなと、択一式問題でね、そこである程度救われる部分があったかなという感じです。それでもやはりトータルで通関業法を見た時には6割ですから27点取るの結構ギリギリじゃないかと思います。そしてまあ1科目目はそんな感じですね。で、科目ごと6割取れるかどうかというよりも3科目で6割取らないといけないという基準になってくると、どちらか一方でも落としちゃうと、科目1科目でも落としちゃうと不合格になっちゃいますね。そういうようなところからすると、冒頭でも申し上げましたように、1科目目の通関業法と2科目目の関税法とどちらかできても、どちらかが下がっちゃうと取れないわけですね。そういうようなことから考えると、合格基準が下げられるってなってもおかしくはないのかなというふうに思ったんですね。それでは次に、関税法等に関しましてお話しさせていただきたいと思います。こちらもですね、やはり通関業法と同様に例年よりは難しかったという印象です。こちらもですね、あれに通関業法と同じように得点源である1問目から5問目までの5群選択式問題、ここでもまあそんなに多くの得点を稼げなかった方が多いんじゃないかというふうに思います。特にまあ第1問なんかは、最後ですね、いろは2のほか、ほですね、ほじゃないよ、ごめんなさい、いろは 2ですね、2は、外国の軍艦、自衛隊の船舶、こんなのはちょっとね、なかなか出ない問題なんで、これ取れなくてもしょうがないかなと思います。ただまあ、消去法でやっていきますからね、まあ3つぐらい候補がありますから、それで当たっちゃうということもあります。第2問に関しましては、ハーニー法ですね、後半の部分、これが難しいですよね。これはね、これは難しかった。そして、第3問は2ですね、イロハのイロハ2の2、これでちょっと迷うかなという感じですね。それから第4問は、これは全問正解できてもおかしくない、第5問も全問正解できておかしくないけども、やはりそこには、まあ、ケアレスミスも入ってくるかなという感じで、そうやってみると5群選択式5問で、満点で25点入ってんですけども、ここでもやはり20点取るのきついかなという感じですよね。20点割ってしまうんじゃないかなと。そこがベースになって複数選択と択一式で加算していくというのが1科目目2科目目の得点の方法ですよね。ですからできるだけ5群選択で取らないと、複数選択で取るの難しいんですよ。これはね、一つの足でも
難しいのあるとそういうことで迷ってしまう。それはまあラッキーもありますけどもね、でも全部が正しい、誤ってる、判断できてないとこの部分はやはり複数選択というのは取りにくいですよね。で、複数選択式問題としましては、これは第11問と13問、これは簡単なんですね。11問目と、まあ、これは正解できる、これは特例輸入者と特定輸出者に関わるもの、それから13問はこれは課税価格の決定の原則ですね。関税定率法第4条1項と基本的なことばっかり出てますので、11問目と13問目はこれは取れる問題でした。そして、中身ちょっと2科目目の関税法等には突っ込んで話したいと思いますが、第7問の足の4番、これは不当廉売関税に関わるものですよね。不当廉売関税、付加課税方式っていうふうに覚えちゃってる方いるかもわからない。付加課税方式が適用されるのはあくまでも暫定期間に輸入されたものです。遡ってってことですね。暫定期間ですから発動前の場合なんですよね。しかしこの問題を読むと、指定された期間内に輸入されたものという表現になっているので、発動後に不当廉売関税があったと。ですから発動された後に輸入されるものになるんで、輸入者は不当廉売関税かかるの分かってるということから、分かってるんであれば申告納税方式適用できるよねってつながるんですね。遡っちゃったものだけはこれは暫定期間に来たものですから、入ってきたものなんで、これは輸入者は申告納税方式適用できない、適用できないから付加課税方式ということなんです。それから次の8問ですね。第8問の方の足の5番、これ法改正の部分ですね。クレジットカードなどで、納付できるという制度になったと。これが納付の手段として加わったというのが今年の試験の法改正の部分。これ見ると、納税者は関税を納付すべき外国貨物について関税法第9条の5第1項の規定により、関税の納付を委託する場合において、納付法9条の6第1項に規定する納付受託者がその受託を受けた後であればと。これはこの規定の中で、関税法9条の5の第2項なんですけれども、納付受託者がその受託を受けた段階で納付があったとみなされるという規定ですね。納付があったとみなされるから、納付があれば許可にもなるというふうになってくるわけですね。輸入の許可を受けることができる、そこにつながってくるということですね。それから第10問の足の5ですね。ここは引っかからなければ大丈夫なんですけども、本邦に本店または主たる事務所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、次ですね、通関業者を税関事務管理人として定め、当該輸入申告にかかる税関庁にその旨を届け出なければならないということで、税関事務管理人からの取材ですが、通常ですね、通関業者がなってるんですよ、税関事務管理人になってるけども、通関業者じゃなければならないというわけではないですね。他でもいいわけです。他のものでも税関事務管理人になることができるということで、ここの部分が誤りかなというふうに思います。それから今度は択一式問題の方行きまして、択一式問題に関しましてはね、これは22、25、27あたりが難しかったかなという感じですが、やはり通関業法と同じようにゼロ回答なかったと私どもは見てます。そうするとやはり消去法で答え出てきちゃう、一番怪しいのを選べばいいというふうになってくるので、そういう面では少し簡単になったし、内容的にも複数選択式問題よりは正解詞がそんなに難しくなかった。正解詞分かっちゃえばいいわけですよね。他の足が難しくてもどうってことはないわけですね。でここで、解説を加えたいのところは、まず17問
17問の足の2で、これはちょっと引っ掛け問題ですね。関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引き取りにかかる税関庁の承認を受けたものは当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日のいずれか遅い日までの間に限りその貨物の納税申告にかかる課税標準につき公正をすべき旨の請求をすることができる。公正の請求をすることができる期間ですが、これは細かいんですけども承認の日からではない、承認の日の翌日からなんですね。ただしこれが正解詞じゃないですから3番が正解詞になりますから3番の方の正解詞がこの問題では分かっていればまあどうってことはない問題です。それから次22問ちょっと飛んじゃいますね。22問、ここはちょっと正解詞がね難しかった。先ほども択一式問題の難しい問題の一つに挙げた問題ですね。これ足の2番、ここはなかなかちょっときついかなと。ただし他の足と比べて先ほど言いました消去法が効くんであればゼロ回答じゃないというふうに踏んじゃえば2番しかないという感じなんですね。これは無条件免税からの出題ですね。関税定率法第14条無条件免税からの出題でその18号です。1万円以下の貨物に関しましてはこれは免税できるよという規定ですね。原則1万円以下のものであれば何も条件つけないで免税なんです。ただし一部の品物貨物に関しては条件がついちゃう。そのうちの一つがこの6109、編み物の衣類ですよね。61類ですから編み物の T シャツ、これに関しては2行目に書いてある当該 T シャツがその輸入の個人的な使用に供されると認められるものを除きじゃない、逆ですね、限りなんですね。個人的な使用に供されるものに限り免税が認められるという形になります。ある一定の貨物に関しましては制限が加わっちゃってるというところです。これちょっと難しいです、ここはね。確かに。それから関税法最後25問、外為法、外為法結構苦手な方多いと思います。ここはね細かいですから。外為法の中でこれは輸入貿易管理令からですね輸入の承認にかかる問題、足の5番、これがまあ正解詞になりますけども、輸入貿易管理令の場合輸入承認がいらないもの、まあ、特例ですね、特例で、例外がない特例っていうのは2つあるんですね。1つはこの足、船舶または航空機により輸出した貨物であって当該船舶または航空機の事故のために積み戻されたしたものを輸入する場合、これは例外なく輸入承認いらない。それからもう一つ仮陸揚げ貨物ですね。この2つが経済産業大臣が、まあ、告示で定めるものの場合というのがあって、それが、まあ、除外規定になっちゃうんですけどね、例外の除外になっちゃいますけど、そこにも入らないというのが2つ、そのうちの1つだということですね。そこが分かっていれば大丈夫ということで、やはりここでも複数選択式のところ、それからまあ5群選択式でなかなか得点できなかったと思います。択一式の問題は配点1点なんでね、15問ありますけれども、今やはり3つを3問ぐらいですね難しいのがありましたから、それ除いちゃって10点満点ケアリスミスなしで6割ギリギリかなという感じですよね。ですからまあ1科目目2科目目とも両方とも6割ギリギリぐらいが取れるのか取れないのかという形になっているんで、どちらか一方でしくじっちゃうと取れないわけですね。結局この2科目のうち1科目でも取れないとそこだけで合格基準満たさないことになっちゃうということから、まあ下げてほしいなというふうに思います。で3科目目の通貫実務の方いきます。通貫実務は初めてね学習されている方で独学でやられている方、ちょっとなかなか時間が足りなかった問題かなというふうにも思いますけども、最近の通貫実務の特に申告書問題、申告書問題一つ取ってみると
最近のですよ、最近のレベルからするとそんなには難しくない、そんなにひねってないし、まあ、いろんなところを見なくちゃいけないという煩わしさはあったと思います。そこで時間がかかってしまって、まあ、ポイントポイントの部分をこれを探し出すというところに時間取っちゃったと思いますけども、まあ、これは取れる問題ですね。輸出申告書にしろ輸入申告書にしろ、これ満点取ってもおかしくない問題です。ただし輸出申告書の問題はですね、1ページ目のところの問題文の4番、ここを読み飛ばしちゃうと間違えそうなところなんですね。順番なんですね、順番、小学科さんの順番、ただしまあ順番でもね、これ影響してないですね。答えの順番、A から E に入れるものは上記1および2によりまとめられたものの大きいものと、小学科さんも含めて金額の比較をしなさいよということですけどもね、結局比較した結果も同じですね。これね、この E に当たるものが小学科さんになったものですね。それが E に入りますから、ここはあまり影響はなかった。いろいろと見ないといけない部分があって、これは抜粋の方ですよね。抜粋の方で、まずはこれは地図ですね。地図、浮き出し地図ですか、これは。地形の起伏を表現するために立体的な加工が施された地図。通常の地図はこれは印刷物なんですよ。49類ですね。しかし浮き出し地図になると、これはまあいろんなね、抜粋があって探すの大変だったと思いますけども、これは90類の解説がねいっぱい出てました。90類のまず解説にありますね、8ページの方、別冊の方の8ページの90類9023項の浮き出し地球儀という浮き出し地球儀みたいな、ね、ものがありますんでね、こちらの方に該当してくると、浮き出し地球儀ですよね、なりますんで、これは9023項ですね。それから2番のこれは大丈夫ですね、ペンのセット、万年筆とボールペンのセットですよね。これはもう96類の方の項の規定、項の規定がちゃんとありますんでね、960850項にセットにしたものというのは、これはまあ簡単だったと思います。次3番もやはりこれは解説等を見ないといけない。3番インクカートリッジですね、万年筆のインクカートリッジですけども、これも解説の方、96類の解説8ページのところの9608項の A、 万年筆用のインク入りカートリッジ3215と書いてますね。これね、3215項と書いてますんで、そこで分類すればいい。それから4番は今度は73類の方の解説ですね、7ページ、別冊の7ページに、解説の7326の E、 ここにブックエンドとあって、この項には次の物品を含まないとあって、わざわざまあ最後8304項って書いてくれてます、解説のとこね。ですからこれは73類ではなくて8304項の方で分類すればいいということが分かります。次5番はこれはペンケースですね、ペンケースになりまして、42類の方の解説ですから、やはり7ページですね。ここはちょっとね、ややこしかったと思います。4202項の項の規定ですね。4202項の項の規定というのは、これは前半の部分の容器は材質が限定されています。括弧脇の中の材質が限定されて、後半の部分の容器類は限定されてないですね。そこはあって、まあ前半と後半で分けて考えるということが一つポイントだったんです。そして4202項の方では、これは前半の方の部分のことを言っているんですね。前半の方のペンケースのことを言っていまして、ここを前提にして、これちょっと読み方難しいですね、確かに。今度は2ページの方の
輸出統計品目表の方ですね、4202以降見ます。4202以降に入ると、4202以降に入るけどもグループ分け今度はします。一番最初はトランク、スーツケース、携帯用化粧道具類、これ後半の方の要求類なんですね。ですからここに持ってこれないんですよ、ペンケースは。ペンケースは前半の方の容器に入ってるから、こちらの方ではなくて、3ページの方のその他の容器類の方から分類しないといけないということで、42029100003という形になっちゃうんですね。4202以降は、まあ、単純そうだけどもちょっとひねってる問題、解説のところで迷わせてる問題だということですね。それから最後6番は、ノートブックね、ノートブック、これは40、まあノートブックですから48類から探せばいいわけですけどもね、48類の方の項の規定ですね、項の規定ズバリありますね、ノートブック4820項ね、英文表記でノートブックって4820105号にありますのでね、ここで分類すればいいということです。次は輸入申告の問題ですね。輸入申告の方もこれはまあ答えの順番、やはり輸出申告書と同じ少額合算するにあたっても少額合算のものも踏まえて金額の大きいものから ABCDE ということですね。そして有税品無税品というものがあって、少額合算に関しては有税品と無税品合わせて合算できないという決まりになっています。そのことちゃんと書いてありますけどね、結局この場合この問題においては無税品なかった、結果としてね、有税品だけで、ですから税率の高いものでまとめなきゃいけないという、ことが書いてありますね。分類行く前に、課税価格の方ね、ちょっと先にやりますけども、7番はこれは一番最初のですね、ビールですね、結果としてノンアルコールビールですけども、ノンアルコールビールにかかる費用として、これは問題になるのは200ドルの、これは買い付け手数料、買い付け手数料ですね、買い付け手数料、まあ買い付け手数料後でまた出てくるんですけども、課税価格の計算のところでね、この買い付け手数料は買い手が売り手に対して提供した物品、ただしこれ提供無償で提供してないんですよね、お金出して払ってもらって提供してますけども、その提供した部分の買い付け手数料なんですよ。ですからこれは無償提供したものの買い付け手数料と同じ扱いで、その無償提供した場合は無償提供したものを入手するために買い付け手数料発生したら、それは加算と同じ扱いになってくるという形で、この200ドルも加算しないといけないということですね。それから8番はね、これは1200ドルだけを足せばいいわけですよね。包装材料ですから、包装材料に関してはこれは1200ドルだけ足せばいいし、後半に出てくる保管費用ですね、7万円というのはこれは輸入こう到着後の費用なので加算する必要はない。9番目のこれはチューインガムですね、チューインガムの費用4000ドルはこれ販売促進のためなんで、そもそもが広告宣伝費と同じような扱いで、課税価格加える必要ないです、ここはね、という形で、あとは経済連携協定に伴うものがあるのかなと思ったらないんだよということを言っている。経済連携協定に伴う税率が設定されてないので、少額合算するときの税率の読み方は実効関税率表から素直に読めばいいということですね。はい、それでは分類の方を見ていきますけれども、まず1番、これノンアルコールビールですね、ノンアルコールビール、これもやはり輸出と同様に解説がついてましてね、
16ページのノンアルコールビールの定義ですね。ノンアルコールビール、このグループには次の物品を含むとありまして、アルコール度数 0.5% 以下のものはノンアルコールビールだというふうに解説で書いてあるから、それを受けて1番というか、まあ便宜的に1番2番3番4番5番と6番というふうに振っちゃいますけども、一番上の、ノンビールは1番と考えてノンアルコールビールになりますから、ノンアルコールビールはこれは、飲料ですね、飲料としてビールの方ではなくて、まあ、ズバリ、15ページの220291にノンアルコールビール出てますよね。でここ探し出せばいいんで、砂糖を加えてないので2003ということですね。それからクッキー、これはまあチョコレートを使ってる使ってないでどうするのかというところも一つのポイント。チョコレート、まあ、ココアおよびココア調整品というのは18類にありまして、18類の類中ですね、18類の類中、これは9ページですけども、本物の場合ね、この輸入申告書の問題の場合にはチョコレート絡みのものは、2番のクッキーと3番のチューインガム、まあ3番のチューインガムはココア、チョコレート入ってないということですけどね、まあ一応チョコレート絡み、それから6番一番下のアイスクリームね、これがまあ関連してきますけども、クッキーとアイスクリーム、クッキーは19類ですね、それからアイスクリームは21類、各種調整食料品、この2つに関してはココアを含有するか否か問わずクッキーあるいはアイスクリームの方で分類するという形になります。チューインガムはこれはもしココアチョコレートを含有したら即18類ココアおよびその製品に行っちゃいますけども、含有してない Not containing ココアとありますから、ココアは砂糖菓子ですね、チューインガムは砂糖菓子として、17類で分類すればいいと。まあクッキーはねもう19類ですね、19類の方に出てますから、これを探すのはそんなに難しくないはずです。チューインガムを砂糖菓子で見つければいい。4番目のトマトジュース、トマトジュースはこれはもう乾燥重量ですね、乾燥重量によって、ジュースに行くのかそれともトマトの調整品に行くのかということになりますけれども、これは4番トマトに関してはこれは出てなかったかな、出てますね、問題文の10番で乾燥重量が 6% であるので、6% の場合はこれは20類の類中ですね、20類の類中12ページのところで 7% 以上のものはジュースと書いてあってもジュースに分類しちゃダメよと、トマトの調整品2002ですね、 6% ですからジュースで分類すればいいということになります、なりますので、14ページの方のトマトジュースで分類すればいい。ちょっと難しかったのが5番の下から2番目のレモネードですね、レモネードはちょっと難しかったかなと思いますけども、問題文の 7ページの方の11番、レモネードノンアルコールは砂糖に水に砂糖を加えレモン果汁で香味付けしたものというところ、ここを取って、別冊の方の16ページの2202以降の解説 A の方ですね、A の方の内容と合致します。水に砂糖を加えレモン果汁で香味するというところですね、まあ、1番なんかに該当しまして、まあ、2番ズバリレモネード出てますから、これは2202で分類すればいいということになってきます。まあ、いろいろ見ないといけない部分がいっぱいあるんですけども、ただしこれらに関しましては類中とか解説になくても貨物分類の知識ですね、そこの部分が学習できていると半分は分かっているはずです。
分かってないとダメなんですね、ということになるような問題でした。ですからちょっと時間はかかると思いますけども、ここの部分はまあそんなに難しくなかった。時間はかかったとしても貨物分類は取れたし、まあ課税価格に関しましては先ほどの7番8番9番ですね、ここの部分をしっかりと加算するしない分かればいい。で買い付け手数料だけちょっと迷っちゃうかもしれませんね。無償提供してないから、無償提供しないで売り手の方がその金額で買ってますからね、この部分はちょっと難しいのかも分からないですけどね、まあ、無償提供したものを、まあ、買い付けるのと同じ扱いにすると。買い付け手数料はあくまでも輸入貨物、それを買い付けるための買い付け手数料であれば原則いらないということなんですけども、これは違うんですね、輸入貨物を作るための材料を買い付けるためのものだったということで加算対象になるということですね。はい、次は複数選択式問題ですね。複数選択式問題を見ていくと、第5問と第7問以外は比較的簡単だったと言えます。第3問第4問あたりはね、これ取れておかしくない問題です、複数選択式問題でもね。しかし第5問はこれは細かい規定が非常に多いですね。関税法の適用上の所属の教授に関かかる紹介、まあ、いわゆる事前紹介、事前教授にかかる問題、事前教授にかかる問題というのは関税法の問題なんですけども、まあ、大体が3科目目の通関実務で出題されてきます。で、まあ、最近は結構細かいところまで出題されてくるのでね、まあ、重複されてくる問題、過去問なんかでも対応できますけども、なかなかこれ複数選択式で出題されちゃうと全部分かってないと無理なんで、ここは難しかったと思います。2番3番5番がこれが正解詞になっているんで、全部これ正しい知識で、答えられるかというとちょっと首ひねっちゃうかなっていう感じですね。それから第6問はこれはそんな難しくなかったと思います。それから第7問ですね、第7問ちょっと困っちゃいましたね、これね、問題の意味がよく分かんなかったかも分かんない途中でね。で最近こういうようなひねったような分類ですね、これ原産地基準なんていうものを設けて、原産地、まあ、ここでは品目別原産地規則というのがポイントになってきて、品目別原産地規則というのは要は、1902以降、これはスパゲッティですね、それから2103項、これはトマトソースになりますけども、これらのものを輸入する場合に原産性を確認、原産性を与えるための条件なんです。一つが、スパゲッティに関しては他の類の材料からの変更、原産国で、ここでは A 国ですかね、 A 国において、他の類からスパゲッティを作ればいいわけですね。スパゲッティは19類で、スパゲッティの材料というのは小麦粉と塩だと。で小麦粉塩ともにこれは19類じゃないですね、小麦粉は11類、塩は25類ですから、11類、25類から19類のスパゲッティを作ると、他の類からの変更になってますから、もうこれは無条件で、A 国でスパゲッティ作ってるわけなんで、ここは考慮しなくていいんです。問題は2103項の方の原産地規則、ここの読み方をちゃんとできたかどうかです。パッと一回読んだだけでちょっと意味が分かんなかったかも分かんない。2103項の品目別原産地規則、生産において使用される第20類のすべての材料が締約国原産材料であること、ここの部分なんですね。第20類のすべての材料という言葉です。これどういうことかというと、2103項のトマトソースを作るにあたっては、いろんなものが材料ありますね。その材料は、これは下表3の方ですね、トマトピューレと玉ねぎ、オリーブオイル使ってる。でこの中でに
この材料、トマトソースの材料としてトマトピューレと玉ねぎとオリーブオイルの中で20類に該当するものどれですか、トマトピューレなんですよ。玉ねぎは7類だし、オリーブオイルはオイルですから、これは15類になりますね。植物性油脂と15類ですから、20類の材料だけが締約国の原産品 A 国で生産されたものであればいいんだよということで抑えればいい。ですからトマトピューレだけ見ればいいんです、この問題は。そうするとトマトピューレが A 国の原産材料になっているのは1と3と5ということです。分かっちゃえば簡単なんだけども、この今言いました2103項の品目別原産地規則、ここの20類の材料と云々というところをしっかりと理解できていれば大丈夫。ここで迷っちゃったと思いますけどもね、この部分だけなんで、トマトピューレだけを見れば結果として良かったんだということです。はい、それから次、計算式問題ですね。第8問はこれは大丈夫ですね。税関庁の承認を受けて保税増徴に置かれた外国貨物というのは、これは位入れ承認された貨物ですね。位入れ承認された貨物に関しては適用法令の例外があります。輸入原則は輸入申告の日における法律を適用しますけれども、輸入申告の後、本文では輸入許可前取り承認という手続きが入りました。輸入許可前取り承認の前に法律改正になったら、これは新しい法律、改正後の法律なんだけども、本文の場合は輸入許可前取り承認の後に法律改正になっている、なると原則通り輸入申告の日における法律を適用しますので、改正前の法律 8.4% を適用するという形です。そこが分かればいい。それから第9問、これは消費税の問題なんですけども、去年の問題でも出てます。ですから去年の問題ちゃんとできて復習してた方、過去問としてねやった方はできる。いきなり、やらないでこの問題ポンと見ちゃったら慌てましたよね。これは去年の受験生の方はこれ出て慌てちゃったんですよね。ましてや人の引用に供されるもの、これ軽減税率なんて分かんないですよね。そういうようなところがありますから、去年の問題やってる方はちょっと手間はかかったけどもできるはずです。消費税の問題ね、消費税の計算というのは端数処理がちょっと面倒くさいんで、そのあたりのところの知識がないとやっぱり間違えてしまう部分はある。特に、消費税ですね、消費税の場合には、課税価格は端数処理する前のものを採用し、関税に関しては端数処理したものを足します。それが消費税 7.8% の消費税の課税対象になると。そこから1000円未満切り捨ててから 7.8%、 ちょっとややこしい手順があったということですね。それから次、計算式問題10問、これが癖問ですね。私どもの方も実はお恥ずかしい話、一番最初間違えちゃった。問題は買い付け手数料ですね。足の5番 M はこの取引に関連して A 国所在の Y と委託契約を締結する。 Y は当該委託契約により M の管理の下で M の計算と危険負担により当該カバンの引き渡しに関する業務を行う。 M は当該業務の対価として5万円の手数料を Y に支払う。ズバリこれ買い付け手数料なんですよ。買い手のための業務を行った買い付け手数料、通常であれば買い付け手数料は加算しませんですね。手数料関係でも買い付け手数料は除くという規定なんです、関税定率法の4条の方でね。しかしながらこの第10問の輸入取引全体が委託販売契約なんです。委託販売契約というのは買い手が材料を送って、外国で品物にしてもらう、加工してもらうと。そして加工賃が現実支払い価格、そして買い手が売り手に対して提供した物品は無償提供した物品と捉えるという考え方、これも原則的な決定方法によって計算して構わないよということになってます。
そこまではいいんですけれども、その後にこの委託販売契約を結んで契約をした場合には、手数料に関しては通常の手数料の場合には、通常の輸入取引の場合には買い付け手数料を除くんです。しかし委託販売契約によって、現地支払い価格と加算要素によって計算する課税価格、これは買い付け手数料を除かないんです。手数料全般を加算するという規定があって、関税定率法の第4条の3項ここの後段の部分に書いてある。ここがなかなかね、今まで出たことないですね、その論点は。だから予備校はほとんど引っかかってる。関税協会だけでしたね、そこの部分に合ってたというところはね、さすが関税協会ということですけどね。まあ私どもちょっとお恥ずかしながら、なんで加算したんだろうといろいろ調べてみたら、あ、ここにあったということで、委託販売契約に基づく計算の場合には買い付け手数料を除かないと、除かないで手数料は加算なんだということ、そこを抑えないといけなかったということですね。はい、次は11問は、これは簡単ですよね。値引きがありますけども、この類の問題ってのは結構出るんですよ。当該輸入貨物の値引きだけではなくて、前の値引きまで持ってきて、その分を引いてしまうと、相殺値引きすると、そうすると数字がいろんな頭の中で駆け巡っちゃって迷うことをのぞ、狙っているという形ですけども、要は当該輸入貨物の数量の分だけ値引きを考えればいいということなんです。相殺値引きなんか考えなければ簡単なんです。これはね、10% 値引かれるわけなんで、単価は13,500円だというふうに抑えちゃえばそこでおしまいです。それから第12問、これは例外的な決定方法からの出題ですね。同種類似の貨物にかかる問題です。同種類似があった場合は必ず同種優先ですね。それから同種、この問題の場合は同種が、類似が2つあったのか、同種が2つあったのか、同種が2つあった場合は、その同種の貨物を生産者、輸入貨物の生産者が生産した場合と、生産者じゃないものが生産した場合があった場合は、当然生産者の方が優先する。で、最終的にまだ複数の価格が残っちゃった場合は、小さい方、最小のもので決めるということから、これは15,000円がこの場合単価になるというところを抑えればいいということですね。優先順位が分かっていないと、答えられない問題ですけども、そんなに難しくないですね。それから複数選択式問題としまして、今度は択一式問題か。択一式問題は13番以外はこれ簡単だったと思います。13番は、これはね、その正解詞足の2番になるんですけど、ここの部分はちょっと難しいかなと。ですから、もしかするとゼロにしちゃった方もいるかもわかんないですね。ゼロ回答ないよとは言ってないわけですから、ゼロ回答もありだと言ってるわけなんでね、2番で迷っちゃって、ゼロ回答にしたか、あるいはこれが一番怪しいから2番にしたか、消去法で2番にしたかというようなことはあったと思います。いずれにしろですね、全体見ると通関実務科目は申告書問題でかなり加点できたと思いますし、計算問題でも消費税の問題と先ほどの委託販売契約に基づく買い付け手数料、この部分がちょっと分かんなくてもしょうがないですね。これはね、申告書問題と計算問題でかなり得点できていると思います。それから複数選択択一式問題でも取れる問題あったんで、ここは6割ちょっと揺るがないのかなと、それ下げられないのかなというふうに思います。全体としては冒頭で申し上げましたように、3科目目の通関実務はちょっと合格基準を期待するのは難しいかもわからないけども、1科目目と2科目目はもしかすると可能性はゼロじゃないと思います。これはね、今までの経緯からすると、1科目目2科目目の下げられたことあるという実績から下がらないとは言い切れない
と思います。でそんなところですね。で今年の試験はそういうような形になってますから、まあ、皆さん合格ちょっときついのかなということでここにいらっしゃってるのかもわかんないですけれども、合格される方ももちろんいるかもわかんない。11月の発表にならないと分かりませんけどね、来年の試験なんかもやっぱり気になると思います。通常こういうような形で、1科目目2科目目がかなりきつい問題出ちゃった今年、そうするとやっぱりその反動っていうのもあります。結果として、例えばですね、11月の合格発表で1科目目と2科目目がもし合格基準下げられたとしたら、それはやっぱり作文としてはちょっとまずいんですね。本来5、6割でいきたいところだけど難しい問題作りすぎちゃったというようなことになると思うんで、その場合は来年ちょっと緩くなるじゃないかということで、来年はやっぱり元に戻って3科目目の通貫実務がやはり合格の合否分ける部分になるんじゃないかというふうに、今年の試験を見てそう思いましたというところが、私の総括になります。ここでちょっとだけね、申し訳ないですけども、ちょっとコマーシャル宣伝をさせてください。パンフレットの方でですね、ここにも少し書いていますけども、これ急遽決めたことなんですけども、私どもの、講座はですね、コースとパック、それから単価用意してます。特に、コースですね、パンフレットの方の4ページ5ページ見ていただくと、これ必勝コース、それから初学者コースとあって回数多いんです。必勝コースって74回あります。1回あたり2時間半なんです。ですからものすごい数やるんです。他の予備校と比べても少し多いじゃないかと思います。しかし今まだ10月試験終わったばかりですね。で来年の10月の本試験まで時間たっぷりあります。必勝コース初学者コース、何が違うかというと、ベースになるのは5ページの方の初学者コースなんです。これがベースになって、プラスアルファとして必勝コースの方には、やはり例年、合格を分ける部分である通貫実務、ここの部分を厚くしているということで、何を厚くしたかというと、申告書問題と計算問題、これをレベルアップしたものですね。具体的には単価の方なんですけども、実践力パワーアップ講座、13ページの方にあります。右側の方、13ページの方ですね、実践力パワーアップ講座、計算編と申告書編、この2つを初学者コースにプラスしているということになって、初学者コースの方にももちろん実務に関わる通貫実務対策講座、申告書編、計算編ついてます。で貨物分類編というのもついてます。貨物分類編というのは、これはもう初学者コースの方にあって、パワーアップ、実践力パワーアップ講座というものは用意してない。もう通貫実務対策講座の方で基礎から演習まで全部網羅してます。全9回なっているんですね。したがって秘書コースの方は、これはプラス 実践力パワーアップ講座がプラスしていると見てください。実務に非常に力を入れているという部分です。そしてこの必修コース、初学者コースともに回数多いんですけども、今割引がの期間です。4ページ5ページ戻っていただければと思いますけども、この必修コース、初学者コースともに今年中12月の31日まで6万円割引ということです。ここに書いてある金額からも6万円割引になります。それから第2弾が来年の3月31日までだと4万円割引、それ以後は割引なしということですね。でこれは必勝コース、初学者コース両方とも使います。プラス今度一番最後のページ見てください。これ業者割引というのがあって、多分他の予備校さんやってないんじゃないかと思いますけども、通貫業者、輸出入関連企業従業員割引というのがあって、これ先ほどの早期割引とプラスです。一緒でいいんです。
2万円割引ということで、業種は幅広く取ってます。ですから何らかの形で、貿易の関連の仕事を会社がやっていれば、ご自身がやってなくても会社がやっていればそれで OK という形になりますから、最大8万円の割引ということになってまいります。まあ、いろいろ、ね、中身見ていただきたいんですけども、まあ、そうは言ってもパンフレットだけ見たんではなかなか内容分かんないよねっていう方はもちろんいらっしゃると思う。そのために、まあ、ウェブ上でお試しウェブっていうものを作ってます。まあ、去年一昨年だったかな、まあ、少し古いんですけども、どのような講義をやってるかということを実際に一コマですね、2時間半だけ、無料で見れる制度です。これは誰でも見れますんでね、ウェブの方に入っていただければ、見れます。4つ設けてるんですね。例えば小学者コースの方で言うんであれば、一番最初にやらなくちゃいけない知識獲得講座というのがある。これ関税法から学習しますけれども、その知識獲得講座の方の第1回目の講義、これが無料視聴できます。それから一番人気があるのがですね、貨物分類編というもの、通関実務対策講座貨物分類編の第1回目の講義がまた無料視聴できるんですね。でこれ実は去年、今年の試験に向けての、まあこれ宣伝になっちゃいますけども、非常に多くの方がその貨物の分類編全9回ですけども、まあ、貨物この視聴を見ていただいて申し込んでいただいたという実績のある講座になっています。それからそれ以外にも無料視聴は過去問攻略講座というものが第1回講義、そして、必修コースの中に入ってます実践力パワーアップ講座ですね、これの申告書編の1回目の講義、これが無料視聴できますので、ぜひとも、まあ、ちょっとどういうような講義やってるか不安に思われる方は、そちらの方の無料視聴ぜひとも体験なさっていただいて、まあ、よかったなというんであればお申し込みいただければと思います。特に貨物分類編というのは第1回目の講義で、もちろん貨物の分類の第何類には何が入るかというようなところが基本になるんですけども、考え方ですね、貨物分類をするにあたっても考え方ってあるんですよ。むやみやたらに暗記じゃダメなんです。考え方、特に今通則ですね、解釈通則の1から6までの考え方、これを中心にした講座で、貨物分類の学習をする前にやっておくと効果がよりあるというようなものになっておりますから、ぜひともね、視聴していただければというふうに思います。はい、それでは、だいぶ時間経ちまして、まだ 2,3 分ありますけれども、3科目の講義の、科目の説明と最後私どもの講座の説明させていただきました。はい、では時間になりましたので、この辺で私の方からのお話終わらせていただきます。お疲れ様でした。